足の長さが違うと言われました。これ結構聞きますよね。僕もね、昔体ボロボロだった頃にね、何回も言われました。で、結論です。足の長さが違うと言われても、気にする必要はありません。足の長さの違いよりも、しなやかな骨盤の方が何倍も大切です。じゃあ、しなやかな骨盤って何なのって言いますけど、そもそもね、あなたは、僕もそうなんですけど、ロボットではないんですよ。だから、右利きも左利きもあるし、癖もあるし、仕事特有のね、体の使い方もありますよね。で、一生懸命ね、やっぱ生きてきて、苦しい時もね、あればね、嬉しい時もあるし、そうやって一生懸命生きてきたんですよ。それがね、ロボットとか機械のようにね、左右のね、バランスがね、完璧に整ってるなんてことはありませんよ。私たちは生きてる人間だから。ということは、大切なのは何かっていうと、足の長さの違いよりも、多少の違い、歪み、ね、バランスの崩れを吸収できる、全身で吸収できるしなやかな骨盤こそが大事なんです。ここに書いてある。全身で吸収できる体。ね、僕も持ってるし、あなたも持ってます。あなたの体は水でできてます。まあ、60から50%ぐらいが水だっていうふうに言われてますけど、まあ、水はね、丸いコップに注げばその形になるし、四角い形のね、器にね、水を注げばその形になりますよね。まあ、それと同じなんですよ。そういうふうに考えてください。だから、足の長さがね、違ってます。骨盤が歪んでます。大変だ、大変だ、なんて、ね、矯正、矯正ってね、いちいちね、反応してたらね、身が持ちません。だから、気にする必要はありません。もう何回も繰り返させていただきます。大切なのは、しなやかな骨盤です。骨盤は、前後、左右、上下にと動きます。で、さらに上半身の重さをね、支えています。重たいものをね、持って忙しく働いているんですよ。それを支えているのが足です。2本の足です。けなげにね、体をね、支えてくれているんですよね。だから足の長さがね、違うのも、それはね、歪みますよ。そんだけね、重たいものを持って、あっちこっち歩いたり、中でしゃがんだり、荷物よっこらしょって持ったりとかしたら、ね、頑張ってんですよ。それは歪みますよ、少しぐらいは。だって、何十年生きてきたんですよ。何十年。でしょ？で、それはね、だから歪みではなくて、頑張ってきた証なんです。そして体がね、多少歪んでも問題ないんですよ。繰り返しになると思いますが、右利き、左利き、仕事やね、趣味など、体ね、特有の使い方も癖もあります。そもそもね、体がね、完璧にね、左右対称なんてね、ロボットじゃないんだからね、もうすごい歪みぐらいありますよ。右利き、左利きあるんだから、ね、その歪みはあなたがね、一生懸命生きてきた証なんです。それを支えてきたのがしなやかな骨盤なんです。大丈夫です。でもね、そうは言っても、足の長さのね、違いがね、気になるっていう方もいますよね。僕もね、昔やっぱボロボロだった頃やっぱ気になってました。でもね、安心してください。足の長さの違いは自分で直せます。しかも簡単、寝るだけ。じゃあ、やり方見ていきましょう。足の長さの違い、簡単3ステップです。1番、肩甲骨を中心にストレッチ。2番、骨盤を中心にストレッチ。この肩甲骨、骨盤っていうストレッチの順番は守ってください。守らなかったらなんか特別なんか罰を受けるとかそういうものはないんですけど、効率が良いんですよ。効率が良い。だからまあ肩甲骨骨盤っていう順番でやるようにしてください。セルフ骨盤矯正。もうこれ簡単です。一人でできます。この3ステップでもうバッチリ大丈夫ですから、ぜひやってみましょう。じゃあまず1番目のね、肩甲骨をストレッチ。このストレッチです。このストレッチ。四つん這いになってこう手をまっすぐ出してね、こう脇の下。ちょっとね、外側の方をね、こう伸ばすんですね。で、これね、肩甲骨が外側にね、こう、広がってる可能性が高いんですよ。特に猫背とかね、そういう方、反り腰もそうかな。肩甲骨がね、こうやって外側にこう広がってることが多いんですね。で、それをね、防ぐストレッチになるんですが、かなりこのストレッチでやる場所って、かなり強力、手強い場所なんですよ。だから、ちょこちょこっとやったぐらいだと、何の変化も起きません。ああ、気持ちよかった、で終わってしまいます。なので、ここはね、ちょっと覚悟を決めて、30秒、ストレッチの30秒って結構長いですよ。を3セット。右左、右左、右左ってね、やるんで、結構時間がかかります。それはちょっと言ってきます。でも、やった価値あります。次、骨盤を中心にストレッチ。ハムストリングスと腸腰筋を伸ばします。ハムストリングスなんか聞いたことあると思うんですけど、こういうやつで、太ももの後ろ側にある筋肉ですね。で、これ結構ね、巨大な筋肉で、このでっかいのがね、3本より集まって、太ももの後ろ側にね、こんな感じで、ペシャッとこう骨盤とね、こう膝小僧の下にこう繋がっているんですよ。かなりでかいです。それから腸腰筋というのはね、こっちなかなかね、馴染みの薄い筋肉なんですけど、こう、これ前から見たところなんですけど、足の付け根からこの骨盤とね、背骨の方にね、こうひっついてる筋肉なんですけど、この筋肉は
外から触ることはできません。骨盤の中を通過しちゃってるんで、外から触れられないんですけど、でもまあ、ご覧の通りね、結構でかいし、で、この筋肉が働くとね、足をね、膝をこう上に持ち上げるような働きをするんで、結構パワフルです。で、この筋肉ね、ハムストリングスもそうですけど、この筋肉が縮むと骨盤のね、角度をね、変えてしまいます。で、当然このハムストリングスも腸腰筋も左右に同じものがあって、左右のね、筋肉のね、この柔軟性というかね、そういうものが、こう、多少やっぱ違います。違います。そうするとそれがね、顕著に出てくると、このハムストリングスが、腸腰筋とかがね、こう左右でこう柔軟性とか違ってくるとね、体がこうちょっとこう歪んでしまったりとか、癖がついちゃったりとかっていうのはあります。だけどまあ、そんなにわわわわ騒ぐことのことでもないんで、気にする必要も、まあ、ちょっとだけ気にすればいいかなと思います。それよりも、このね、ストレッチ、それから腸腰筋とハムストリングスのストレッチは、これですね。これと、これですね。これを、しっかりやれば大丈夫です。で、まあ、左右の違いがある、ね、あるかもよっていう話をしましたけど、その違いはね、このストレッチのやった感じで、勘のいい方、敏感な方は分かると思います。あ、なんか右はやりやすかったけど、左はやりにくいわよね、なんてね、伸びにくいわね、なんていうのは感じるかもしれないですね。で、そのね、そういうふうに感じた場合は、やりにくいよねって感じた方を、ちょっと多めに回数多くね、時間も多くね、やっとけば大丈夫です。まあ、なんか分かんなかったら、まあ、両方均等にやっとけば大丈夫です。で、体って結構正直なんで、なんていうのかな、こう、表情をね、よくしながらね、こうね、ニコニコじゃないけど、まあ、いい表情でね、こう、気持ちがいいねとかね、頑張ったねなんてね、こう、あ、腸腰筋さんありがとねなんて、そんなことをね、思いながらね、こう、ストレッチやるとね、結構伸びやすくなるんで、結構そっちの方がね、大事ですね。はい、それから3番。セルフ骨盤矯正。簡単、一人でできる。下のイラストを参考に、太ももの下にクッションを敷いて寝るだけ。じゃあ、下のイラストを見に行きましょう。こんな感じ。足の長さがね、違うって、もし言われたら、どっちの足が短いんですか？って聞いてください。で、このイラストだったら、左足が短いって言われた。で、じゃあ短いって言われた方の太ももの下に、こうね、ちょっと硬めのクッションがですね、だから座布団をちょっと二つ折りにしたようなやつを太ももの下に敷きます。で、寝ます。片方の足だけにこのクッション、ね、座布団とかをね、こう敷くのがポイントです。それで、この座布団の入れる位置がね、ここ、ちょっとわかるかな？こう赤い線がちょっと引いてあるでしょ？ここに。赤い線が。ここがね、股関節の場所なんですよ。ちょうどポケット、ズボンのね、ポケットのあたりにね、骨が出っ張ってて、そこを手で押さえてみて、足をね、多少ちょっとこう、上に上げ下げしたりすると、その出っ張ってる骨を中心に足が動いてるのが確認できます。この出っ張ってる骨、これ股関節なんですけど、まあ、専門用語でね、大天使って言うんですけど、ここの、まで、ここの部分までこう座布団を引くようにします。ここを超えるところまでね、座布団を敷いてしまうと、ちょっと効果半減するので、この足のね、股関節、出っ張ってる骨のところの手前側まで座布団を引くようにします。まあ、よくわかんなかったら、太ももね、前側にね、ポンと入れておけば、とりあえず大丈夫です。で、こんな感じで寝っ転がってもらって、しばらく寝ておきます。で、ただしね、これお腹をね、圧迫するんで、もしかしたらやってる最中に気持ちがね、お腹圧迫されて気持ちが悪くなるっていうこともあるかもしれないんで、その時はすぐやめます。やめます。それでやめてどうするかって言ったら、順番に脇の下、ハムストリングス、腸腰筋のストレッチをやるようにしてください。まあ、上から順番にやればいいってことですね。で、次、足の長さが違う。原因は何なのか。ちょっと簡単に説明しますと、骨盤が前傾すると足はね、見かけ上長くなるんですよ。あまり意味がないことですから、あまり気にしないでください。とりあえず見かけ上は足が長くなる。骨盤が後傾すると足が短くなりますと。とね、じゃあ足が長くなるから骨盤前傾した方がいいじゃんと思うかもしれないけど、これはこれでね、やっぱり NG なんでダメなんですよ。つまり何でもそうなんですけど、程よい角度っていうのがあるんですね。程よい角度。で、その程よい角度って何かっていうと、例えばこれですね。これ左側が正しい姿勢ですね。骨盤が後傾した時は猫背になって、骨盤が前傾、角度がね、前傾しすぎた時は反り腰になるんですね。だから、程よい角度っていうのは正しい姿勢なんですよ。じゃあ、正しい姿勢、程よい角度ってどこで判断すればいいかって言ったら、お尻の穴です。お尻の穴が自然にキュッと締まる角度、それが程よい角度になります。なので、こう立ってみてね、骨盤を前傾、ちょっと猫背の格好してみて、あ、お尻緩むよね。今度ね、反り腰の格好してね、こう骨盤をね、前傾させて、反り腰になってみて、あ、お尻の穴緩むよね。じゃあ、骨盤後傾と前傾のちょっと中間ぐらいで正しい姿勢、これが正しい姿勢っぽいのかななんて自分でこう骨盤こう動かしてみるんですよ、前後に。そして、あ、ここだとなんかお尻の穴がキュッと自然に締まるよねっていう角度を見つけてください。その角度があなたの最適な骨盤の角度になります。ピッ。